早っ。やべ、ちょっと早かった。ちょっと早かった。皆さん、こんばんは。よいしょ。ちょっと、YouTube、インスタの方もやりますね。よいしょ。いいのか、これで。はい。なんか、インスタの方変わったな。OK。よし、やっていきましょうか。皆さん、こんばんは。僕の声聞こえてますかね？聞こえてる？インスタの方。皆さんこんばんは。メインは YouTube でやってますので、ぜひ YouTube の方にいらしてください。声聞こえてるかな？大丈夫。あ、聞こえてます。よし。いや、すごいな。皆さんありがとうございます。はい。皆さんにまずはご報告ということで、本日の、15時に、リリースがありました通り、朝霞隼人は、2年間奈良クラブで育ててもらって、本当に奈良の皆さんに愛されて、すごいいい経験もさせてもらいましたし、すごく成長できた2年間を経て、また、一からゼロからの挑戦になる松本山雅への移籍を決断することにしました。すでに、多くの方が、僕のワノートですね、見てくださっていると思うんですけれども、改めて僕の口から、直接ですね、皆さんに、この、移籍に至った経緯だったりとか、もちろん今シーズンも振り返ってだったりとか、そのところをお話しできたらなというふうに思ってます。で、ちょっと、あまりにも多くの方が見てくださっているのと、ちょっとコメントもいつも全部ね、読ませていただいてるんですけれども、ちょっとここまで来ると追えなくなるかもしれないんですけれども、できるだけ、一人一人のコメントを見させていただいて、皆さんと皆さんに、僕の思いをですね、直接お届けできたらなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、ということで、すごいな、インスタの方も、いや、400人超えてるわ、びっくりだわ。ありがとうございます。まずは奈良のサポーターの皆さん、本当にですね、この2年間僕は幸せ者でした。また来年会うことにはなるんですけれども、やっぱりこの奈良クラブというチームで、来年を戦うっていうような決断ができなかったことは、やはり本当に多くの方々を、ね、悲しませることになるなっていうのは僕自身分かっていましたし、で、来年もこう奈良クラブとの契約は、あった中で、また奈良クラブのプラスの契約のオファーもいただいた中で、こういうふうな決断に至ったというところで、本当に2年間皆さんに支えられなかったら、J リーグ昇格することも、JFL 優勝することも、そして個人的にも、個人3冠取って、J リーグに戻ってくることも、そして今年は特に J リーグに上がって、で、本当に最初は松本山雅の、サポーターに圧倒されて、選手もそうですし、サポーターの皆さんも、本当にこれが J リーグかと、そういうような、ことを思ったんじゃないかなと、勝利することもできなかったですし、
ある意味こう本当にアウェージャックを、された開幕戦があって、そこから、最終戦アルウィンで、サポーターの皆さんが完全アウェーの中で最後の最後まで声を枯らしても叫び続けて僕らのちゃんと歌ってくれたこと、それっていうのは、僕ら選手のもとには本当に届いていましたし、そういった、まあ、支えがあったからこそああいうふうに最後は奈良クラブらしくホームの借りをアウェーで返せたんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、だからこそ本当に奈良クラブは、まあもともとそうですけれども、特にこの J リーグに上がって、地域の皆さんと、そして奈良クラブのファンサポーターの皆さんと共に、成長してきて、どんなに苦しい時も、また、どんなに嬉しい時も、共に成長してきたからこそ、あのような、シーズンを、素晴らしいシーズンを送ることができたと思ってます。で、僕は今でもそうですし、これからもこれは、ずっと変わらなく思い続けることだと思うんですけれども、奈良クラブは、間違いなく J リーグクラブのロールモデルになるであろうクラブ。そこは僕は自信を持って言いますし、まだまだ浜田社長が目指しているビジョンだったりとか、思いっていうところに、これからね、きっと奈良の選手たちが、また奈良の皆さんがそのビジョンに引っ張られて、さらに、今まで本当にスポーツ不毛の地と言われるこの奈良で J リーグクラブが生まれて、あれだけの光景を見ることができた、そんな一年だったからこそ、ここからね、本当に奈良は、よりスポーツだったりとかサッカーっていうのが根付いていくんだな、それはすごく確信してますし、面白い、いろんなね、取り組みもしている中で、これからの、本当に奈良クラブが、奈良に根付いていくんだろうなっていうのは感じてますし、それがね、多分 J リーグの模範クラブであるロールモデルとなるんじゃないかなというふうに信じてます。だからこそ、まあ、この先も、奈良クラブでプレーをすることだったりとか、そういったところももちろん考えましたし、やっぱりまだまだ道半ばなんじゃないかって、思うようなこともありましたけれど、でもこの2年間で僕ができることっていうのは、まあ、やりきったんじゃないかなと、そういうふうな思いで、はい、まあ、移籍を決断をすることになりました。で、一番、まあその、ね、まずは本当に皆さん、奈良クラブのサポーターの皆さん、かかってくださる皆さんには感謝したいですし、皆さんがあったからこその朝が早かったんで、本当に感謝してます。で、今日もね、まあ、三郷町で奈良クラブがある、拠点のね、町で、子供たちとね、たくさん遊んできて、で、一緒にご飯食べてっていう、まあ、移動式の子供食堂もやってきたんですけれども、まあ、そういったところもね、含めると、まだまだ僕ができることってあったんじゃないかなと思う反面、やっぱり選手として、まあ、昨シーズンは本当に J リーグ昇格、まあ、JFL 優勝ということを目指してやってきて、プレーしてきて、で、まあ、得点をもちろん取ることができましたし、個人参観して昇格することができました。すごく充実したシーズンでしたし、それだけ強い思いを持ってきたからこそ、本当に泣き崩れるぐらい、グラウンドでは本当にね、立てなくなるぐらい昇格できた日っていうのは、今でも鮮明に覚えてますし、でそういった中で今年、まあ、初めて本当に人生初めてやるポジションだったんですね、ウィングっていうのは。もう小学校6年生ぐらいからフォワードをやり始めて、それまでは中村俊輔選手に憧れてたので、まあ、ナンバー10のポジションで、トップ下のポジションでね、プレーをして、いたんですけれども、ウィングっていうのは初めてやるポジションで、まさか自分がウィングをね、やるなんていうのは全く思ってなかったですし、でもそういった新しいポジションをチャレンジをして、まあ、こうして、まあ、得点王っていうところは本当になれなかったっていうのは、今シーズン本当に、ね、一番の後悔ですけれども、まあ、ベストイレブンっていうのを、まあ、受賞することができました。で、そういった意味では、今シーズンは、
本当に、新しいポジションだったりとか、新しい景色、J リーグっていう景色だったりとか、そういった1年間ですごく、まあ、去年と違う、また、こう、すごく成長できた。うん、そして、充実した、1年だったなと。この2年間を振り返ってみるとですね、まあ思います。で、そういった中で、まあ来年どうするかっていうようなことの中で、やっぱり自分の中で、まあ今まで小さい頃からそうなんですけど、キャリアの中で最初ってすごいもがき苦しんで、それでも自分の目標に真っ暗闇の中に飛び込んで目標に向かって、例えば小学校の時も1年生、2年生とか3年生とかね、もう最初っていうのは本当にね、みんなたくさん上手い選手いるし、全然上手くない中で、ちょっとこう、充実したシーズンが遅れて。で、そうしたらなんか気づいたら、またもう一回真っ暗闇にチャレンジしたくなるというか、うん、そういう性格で。で、中学行ったら150なくて、みんな170超えててっていうジェフのアカデミーに育って、本当にね、通用しなかった。けれどもっていうような学年を重ねることとかカテゴリーが上がることに、そういうようなうまくいったらやっぱりすぐ環境を変えて、自分をわざとプレッシャーがあるところに追い込んで、そこで成り上がってきた、まあキャリアの中で YACC から熊本に行って、で熊本でもちろんね、熊本で同時に昇格することっていうのは契約満了になってしまったんで難しかったですけれども、その中で、まあ、いろんなね J クラブ、そういったところも考えましたけれども、やっぱり J リーガーってのをやめてみないと、この J リーグっていう本当の価値ってわからないなっていうところで、一番険しい道を選んで奈良クラブに来ました。そして2年間である種の達成感があって、もう1年ここのチームでプレーをした時の自分がすごくこう慢心してしまうんじゃないかっていうのが、本当に一番大きな、この移籍を決めようと思ったきっかけで、もちろん来シーズンどうなるかわからないですし、でもフリアン監督がずっと使い続けてくれたっていうのはあって、でそんなまた同じシーズンを、もちろん J2 昇格っていうまたね、新たな道っていうのはもちろんあると思うんですけれども、でまあ、本当にこの練習から、もう毎日そこに対して、自分の成長っていうところに対して取り組んでいけるのかっていうところで、なんかどっかしらで慢心でしてしまうんじゃないかっていう自分がいたんですね。だからこそ、まあ、ちょっとねこう、環境を変えてみたいなっていう、新たな地でチャレンジしてみたいなっていうような気持ちになってました。それが一番大きな理由です。で、そういった中で、まあ最終戦、まあ本当にたくさん今のね、松本サポの皆さん見てくださっていると思うんですけれども、本当に衝撃的だったんですね、アルフィンのスタジアムが。何が衝撃的だったかっていうと、まあノートでね、ご覧になった方はいらっしゃると思うんですけれども、僕、いつもスタジアムのまあ、グラウンド内をですね、まあ、こう、一周をするんです。まあ、そこでね、こう、自分が、ゴールがどうやって見えるのかっていうのを、周りの看板だったりとか、スタジアムの雰囲気だったりとか、風景だったりとか、もちろん芝のコンディションもそうですけれども、そういったのを、こう、まあ、チェックしに行くんですね。で、そういうふうに、ふっとパッて、スタンドを見上げたときに、もう、おじいちゃん、おばあちゃんから、小さい子供まで、みんながね、こう、僕はアウェーの選手ですよ。ですけど、手を振ってくれたんですね。で、そんなことってやっぱりないよなって僕自身思って、これがね、ホームの選手だったらまたそうかもしれないですけど、アウェーの選手でそうやってやってくれることってないよなって。そう思ったときに、ああ、松本の皆さんって本当にサッカーが大好きなんだなって。こういったこうサッカーっていうのが根付いた街なんだなっていうのをすごく感じました。で、試合中はもちろんね、
観客動員数もそうですけれども、最後の最後まで、ゴール裏、両ゴール裏で、立ち上がって飛び跳ねながら応援してる姿っていうのを僕はピッチの中で感じて、本当に素晴らしいスタジアムだなと。僕はアウェーの選手でしたけど、すごいテンション上がって、プレーをできたのをすごく覚えてます。その時は全然こう松本から、話が届くっていうのはすごく全然分かんなかったことだったんで、その時に本当に感じたことがやっぱすごく大きかったなというような、ところで、でいろいろとねこうオファーが届き、いろいろとこう松本のことを調べてったりとか、してるうちに2019年は1万7000人を超えるねサポーターが、もちろんコロナ前とか、J1 だったっていうところもあるかもしれないんですけれども、2万人収容の、アルビンで、1万7000人ほぼほぼ満員、超満員ですよね。それが平均動員数だったっていうようなところ、そっから9000人ぐらい落ちて8000、今はね本当に100人ぐらいな平均動員数に下がってしまって、で、どの J リーグクラブ、60クラブ見ても、これだけ下がってるクラブってなくて、ほぼ半数になってて、それでも、それだけ、松本にはサッカーがあるんだな、本当に松本山があるんだな、サッカー愛してんだなっていうことをすごく感じて、こうして、で、ね、ある知人の方から、僕がね、奈良クラブの選手として、本当に地域の皆さんと一緒になって成長してきた1年だったっていうようなね、お話をインタビューでさせてもらったときに、それがね、松本の、記事になってると。で、そのね、記事も全文読ませてもらって、で、これだけ素晴らしいスタジアム、これだけ素晴らしいファンの方々がいらっしゃる松本でも、今はそういう苦しい時期なんだなっていうのを目の当たりにしたんですよね。で、僕自身今までね、本当にこれだけ多くのサポーターの前でプレーすることっていうのはなかったですし、そういった中で、それでも小さいところからやり続けたっていう、ゼロ距離 J リーガーって自分で言ってますけど、ゼロ距離で皆さんと接して、で、やり続けてきたことが、どれだけ観客動員数に貢献できたかわからないですけれども、それでも少なからず少しは、そうやって応援を、スタジアムに来てくださる方々を増やすことができたんじゃないかなと思うと、こういうような窮地に立っているという、窮地ではないですけれども、苦しい状況のこのチーム、に、もう僕は本当に松本の歴史を深く知ってるわけでもないですし、全く松本で、ね、まだ結果も何も出していない選手ですけれども、きっと、僕だったら少しでも、ね、この、観客動員数だったりとかもそうですし、松本の、力になれるんじゃないかな。そんなことを思ってですね。で、あれだけの、素晴らしい場所でプレーをすること、また環境を変えるっていうこと、そして自分がね、やってきたこと、その可能性を考えたときに、松本しかないなっていうふうに思って、松本を選ばさせていただきました。で、本当、誤解なく皆さんには、お伝えしたいなというか、もちろん予算規模も、奈良と比べたら全然ですし、 J2 の中位ぐらいな予算規模なんですけれども、もう別に自分の、いけるか、ちょっと固くなったな、ちょっと待って、Siri が反応、ちょっと待ってくださいね。めっちゃ重要な時じゃん。
これどうやったら止められないんだ。OK。はい。そうそう。じゃあ、ね、自分の給料がめっちゃ上がって、金マンクラブに行きましたね、みたいな感じで、本当に思ってほしくなくて、正直、奈良と全然変わらなくて、むしろ奈良も提示してくださったんで、そこが変わったっていうので、このわけじゃないんです。ただ、もちろん、全体的に浅川隼人にかけるものっていうのは、もちろん大きかったものはあります。それは来年まで契約が残っていたっていうところがあるので、チームにしっかりそこをね、残せたっていうのは、まあ、一つ奈良クラブに対しても、まあ、大きな、こう、ものとして残るんじゃないかなっていうふうに、思ってますし、まあ、それでね、また選手が取れればと思ってますし、まあ、そういった意味では、全体の総数では、もちろん、大きな金額が動いたわけですけど、でも、ね、こう、そこは、チームにっていうところがあったので、だから、僕がね、そこで気持ちとして動いたかっていうのは、本当に全くなくて、まあ、今まで、まあ、僕はもともとアマチュア選手で、年俸0円で始まって、うん、それでも J リーガーになりたかったから、年俸0円でも YCC に加入をして、で、そこで、まあ、レンタル J リーガーっていう自分の価値をレンタルして、皆さんに価格とかやる内容だったりとかも決めてもらって、やってきたっていう経験があるので、じゃあ松本から0円で提示されたとしても、僕は、言ってます。で、そのぐらいの、強い気持ちをですね、持って、行くっていう。だから、そこのお金っていうところの、価値観で選んでないっていうのが、皆さんには誤解してほしくないなって思ったところで、うん、それほどまでも僕の心を動かす魅力が松本にはあったっていうようなところ、うん、松本サポさんの力だったりとか、うん、松本のでね応援してくださる皆さんの思いっていうのが僕は本当に素晴らしいものであったなっていうふうに思いますし、まあ、だからこそ満員のね、アルウィンが見てみたい。そして、まあ、個人的にも、まあ、来年は、まあ、もちろんチームのね、J3 優勝昇格っていうところは、もう絶対条件だと思いますし、あとはそこに対して個人がどれだけ、結果として、チームを支えられるか、得点を取ることができれば、きっと個人3冠っていうところも目指せると思いますし、まあ、そういった意味では、うん、僕は、全く誰も選手を知らなかったりとか、知らないっていうのは、もちろん存じ上げてますけど、この、交流がない、選手たち。で、本当に誰も知らないで行ったこともない土地に行くっていうのは、不安もたくさんありますけど、まあそんな真っ暗闇にいつもチャレンジして、自分に葉っぱかけて、自分にプレッシャーかけて、で、成長してきた自分がいるので、きっと1年後には、皆さんと共に笑ってると思いますし、うん、その先の光景っていうのを、皆さんとね、味わえてるんじゃないかなっていうふうに、僕は信じてるので、ぜひ皆さんね、スタジアムで共に戦っていただきたいなというふうに思います。はい。まあ、それがね、僕のこの、大きな枠で、まあ、遺跡を決断した、まあ、理由というかね、そういうようなものです。あとはもちろんね、こう、それほどまでも、こう、チームが求めてくれた、まあ、監督含めね、チームが求めてくれたっていうところは、もちろん、大きなね、部分でもありますけど、それでもやっぱり、実際に入ってみないと、何も、こう、確約されてるわけじゃないんで、うん、またゼロからの信頼構築、それは味方に対してもそうですし、監督に対してもチームに対してもそうですけど、そしてファンサポーターの皆さんにもそうですけど、こんなね、まだまだ、何も成し遂げてないやつが、ちょっとこう、大口叩きすぎてますけど、うん、
それでも僕はできるって信じてますし、皆さんとなら、そこのね、素晴らしい景色を見れると思ってるので、はい。まあ、そういった思いを込めてね、はい、移籍を決断させていただきました。はい。なので、皆さん、うん、分かっていただけたらな、というふうに思ってます。はい、ですね。なので、ちょっとね、僕も、こう、ノートでもちろん書くのは、こう、慣れてるので、簡潔に書いたつもりではいますけど、それでも伝えられてないことだったりとかも多くあったりしますし、やっぱ言葉で伝えないと皆さんのところには、思いとして届かないんじゃないかなっていうふうに思って、うん。はい。なので、いや、そうなんですよ。ちょっとね、奈良サポさんのね、こういったいろんな思いを、コメントだったりとかもそうですし、SNS だったりとかもそうなんですけど、声を、いろんな声をいただけたりとか、もちろん松本サポの皆さんの反応をいただけたりとかっていうのがあって、もうなんかね、ずっとこう、うん、まあ関係あるところまではね、あれですけど、はい、なんかうまく言葉に出てこないなっていうようなところで、うん、はい、っていうので、まあ奈良の皆さんにはね、本当に感謝しますし、最後は2023年の12月29日、まあ、僕と総君とね、一緒に奈良でイベント、まあ、奈良おこし最後っていうね、まあ、奈良をいろんな活動してきましたけど、総君と最後のイベントがあるので、そちらの方でまた直接、奈良サポさんには、お礼をお伝えしたいなというふうに思ってます。はい。そうなんですよ。ちょっとね、いつもと違う。もっとね、ちゃんと言えるんですけどね。ちょっと、すいません。なかなか。はい。なので、本当に。はい。ありがとうございます。いやー、ね。いやー、マジで毎日悩みましたね。うん。で、この決断がね、うん、まあ、ある程度のね、この奈良サポさんのこう反応っていうのは想像してましたけど、うん、それでもやっぱり本当に改めて2年間でやってきたことってすごいことだったんだなっていうのをリリースをしてからね、の反応を見て気づきましたし、でもきっと多分、こういう風になってまたね、僕が離れたとしても奈良クラブはもっともっとさらに強くなってると思うんで、来年ね、アルビンで戦えるのはすごく僕は楽しみにしてますし、もちろんゴートフィールドに凱旋することも楽しみにしてますし、まあその時はね、温かく迎えていただけると嬉しいなという風に思ってます。はい。ちょっとすいません、コメントが多すぎてなかなか読めないんですけど、コメントをやりながら乗り越え30分ね、あ、でもいけそう、うん、コメントを読ませていただきますね、残り30分、ぜひなんかね、いろいろ聞きたいことあったりとかしたらコメントに残していただけたらと思います。松本山賀英夫さん、ありがとうございます。松本サポさんですね。そうですね。はい。俊才華さんとは本当にずっと、もうかれこれ何年ですかね。自分のシューズをですね、今、ファンの方と、に応援していただいて、まあ、一緒にね、こう、戦うっていうようなものをですね、今、やってるんですけど。そこでね、応援していただいてっていうところから始まって、もう4年経つのかな、熊本の時から始めたので、
まあ、その時からずっと応援してくださっている野球のね、俊才華さんと、まさか同じチームでね、戦えるなんて思いもよらなかったですし、うん、あれだけの敵として本当に一番嫌だった、あれだけのね、松本のサポーターの皆さんをの応援を背に戦えるって思ってなかったですし、松本山雅のこの歴史あるクラブのエンブレムを背負ってというかね、エンブレムを身にまとえるっていうのは、僕自身思ってもなかったので、すごく、まあ、誇らしいですし、こっからはね、僕は正直、昔のことはわからないので、J1 時代のことっていうのは、もう全くどういうような状況だったのかっていうのは、その場にいなかったので、もちろんわからなかった。まあ、外からは見てましたけど、わからないので、こっからね、自分たちが、新しい歴史の1ページを作っていく番だと思ってるので、まあ僕はね、こう、うん、もちろん、過去をね、振り返ることはもちろんありますけど、うん、でも、まあ終わってしまったことっていうのは、例えばね、試合が終わってしまえば、取り返すことも、また取り上げられることもないので、大事なのは次の試合って思って毎試合やってきましたし、もちろんたくさん後悔することも、喜ぶこともたくさんありましたけど、でも、そこよりも次の試合が大切っていうので、毎日、毎日ですね、その日その日、次の試合っていうふうに向かってやってきたので、まあそういうような、こうね、松本の歴史っていうところには、本当に自分もね、こう、その歴史をですね、無駄にしないように、これからはね、松本山雅の一員として、新たな歴史を作れるためにね、1年間、この松本をね、盛り上げていけたらいいなと思いますし、僕は今年、まあ、ノートにも書きましたけど、まあ、さっきもね、ちょっと話しましたけど、個人参加を取って、チームをね、優勝に導くっていうのが、自分の中の目標なんで、あとはね、満員のアルビンを作るっていうところ。まあ、そこはもちろん皆さんの応援も必要ですけれども、皆さんの支えっていうのも必要ですけれども、でも少なからず僕がやってきたこと、少しずつ何やれるかっていうのは正直まだまだわからないですけど、でもやっていくことでね、より多分松本からさらに愛されるチームに、きっとまたね、満員のスタジアムが戻ってくると思うんで、それを皆さんと一緒に作り上げていけたらなというふうに思ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はあ、ね、本当に。もう松本サプさんも、奈良サプさんも、熊本サプさんもいらっしゃるんですかね。明日から、明日の夕方の便で、熊本に行って、熊本でまずは今シーズン、ありがとうございましたっていうね、感謝祭を行って、で、あさってには、午前中ね、サッカーフェスティバルも開催するんですけど、なので、熊本の皆さんには明日また、直接いろいろとお話ができたらと思います。心苦しさと、ワクワクする気持ちと、たくさんあって ありがとうございます。うわ、スパチャありがとうございます。プロ選手としての決断ですね。これからステップアップできますよう願ってます。奈良サポーさん、奈良のサポーターさんをはじめ、これまで在籍したチームのサポーターさんに誇れる選手になれたらいいですね。自分は松本サポーさんサポーターなので、その後押しが熱くできればと思います。ありがとうございます。いや、歴史を作っていきましょう、共に。はい。なんか、何も成し遂げてないですけど。でも、その分、すごく僕は強い思いを持って、松本にね、行くっていう決断をしてるので、よろしくお願いします。また、まさかは点取ってんな。あいつどこでも点取んな。また得点を取んのかよって。どのね、チームにも、思ってもらえるように
松本でもしっかり結果を出していきたいなと思います。ありがとうございます。で、一応そう、これだけは、まあ、これだけはというかね、一応今まあ、今日もやってきましたけど、子ども食堂はもともと奈良に置いていくっていうようなところを、まあ、決めてずっと運営をしていて、で、今、まあ、最終的にね、どこまでどう落とし込めるのかみたいなところは、話をしている最中なので、またどういうふうになるかっていうのがね、また決まり次第詳細はお伝えしようかなっていうふうに思うんですけど、まあ、奈良で始まって、やっぱ奈良の子どもたちの一つのね、まあ、アットホームな空間になっていくっていうようなところを、未来永劫、やっぱりこれ、この後も続けていかなきゃいけないっていうところも含めて、まあ、どういった選手に引き継いでいくのかだったりとか、まあ、うまくこうチームを絡められるのかだったりとか、まあ、そういったところも含めね、ちょっと今、話をしている最中なので、なので、これからも奈良の皆さんとの、こう、つながりは続いていくんですけど、うん、選手としては、まあ、今シーズン限りっていうようなところになってしまったので、まあ、寂しくもありながら、でも皆さんのそばには僕もずっといるので、キッチンカーも残していくつもりですし、今のところ。なので、また楽しみにしていただけたらと思います。ありがとうございます、皆さん。ちょっと待ってね。奈良クラブ、あ、松本山賀のサポーターの皆さんですね。ありがとうございます。ワンソール、ありがとうございます。お、スパチャ。お、話を聞いただけでアルビンに応援に行く気になりました。絵に変えます。ありがとうございます。いや、背番号がね、どうなるかっていうのはまだわからないですけど。うん。でも、うん。いや、皆さん多分ね、一回はもちろん行ってると思うんですけど、いや、本当に特別なスタジアムだと思います。うん。で、特別なサポーターの皆さん、地域の方々がいるんだなっていうのがすぐ僕は分かりましたし、もちろん、うん、ずっとずっと山鹿を応援しているサポーターの皆さんだったりとか、あとはね、地域の方々とかは、もちろん、うん、今の山鹿の現状っていうのは知っていると思いますし、まあ、うん、いいところも、うん、ここもっと改善しなきゃいけないんじゃないのって思うこともたくさん知ってると思います。僕よりもはるかに、もちろん。でも僕はこう外からね、改めてこの松本山賀っていうチームを見た時に、僕はそこに多くの可能性と、うん、多くの素晴らしい、まあ、宝物を見つけて、だからこそ僕はね、自分ができることは少しでもあるんじゃないかなと、うん、そうやってまあ皆さんと共にだったらね、歴史を作れるんじゃないかなと思って決断をして移籍をしたので、はい、ぜひ、スタジアムでね、共に戦っていただけたらなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。なかなか気持ちのそうですよね。ありがとうございます。あ、山のサブさん、密かに来てくれると信じていた。いやーね、どうやら、新聞にね、この接触かみたいな感じで出てたみたいで。うん。はい。まあ、そういったところで噂はあったかもしれないですし、あとはまあ、他のね、もちろんチームもたくさん、噂があったっていうのをお聞きしてますし、はい。まあ、そういった中でね、僕自身、強い思いを持って、決断をしたというところを、まあ、応援していただけたらなというふうに思います。浅川さんのプレーを見るの楽しみにしてます。ありがとうございます。日本と読みました。思い伝わりました。山賀でも。奈良より愛を込めて。ありがとうございます。嬉しいな。ありがとうございます。あ、はあ。ね、本当に心温まる。本当にありがとうございます。お、いやー、コメントばっかりで。あ、そう、ちゃぶ台の活動。応援したので複雑な、そう、奈良の子どもたちのための活動は
一応続けていくっていうので、まあ選手もね、こう引き継ぎながらっていうのをやる予定ではいます。はい、全力応援ね。そう、全緑ですからね。よろしくお願いします。はい、いや泣けないっすよ、さすがにここでね。いやな、ちょっとね来てますけど、だから多分普段とは、奈良サポさんはすごいよくわかると思います。ちょっと普段の朝川隼と違うなって。もっとふざけるっていうかね、まあ絵描いたりとかね、最後したりとかもしてたんですけど、いやもうちょっと、うん、ある程度感極まっている中ではありますよ、本当もちろん、うん、本当にたくさんの応援メッセージだったりとかも、奈良からも熊本からも、もちろん松本の皆さんからも届いていて、だからすごい楽しみですね、奈良との試合が。もちろん、実はですね、もう、ホームの開幕戦の試合っていうのは、まあ、発表されたんですけど、まさかの僕の一番最初 J リーガーになれた、まあ、育ったクラブ YCC との試合が、松本での第3節の開幕戦になると。いや、何の縁だろうなって思いながら、はい、だからそれもそれですごく楽しみだなっていうふうに思ってますね。熱い心にチャンネル登録、ありがとうございます。まあどこまでね、松本でここがねできるかっていうのはまたもっと調整していかないといけない部分はありますけど、これからもね、引き続きやっていきたいなっていうふうに思ってます。もうかれこれこのライブも毎週ずっとやってて、熊本の時からやってるんで、もともとは熊本の前 YSCC の時は、まあ、オフラインでやってたんですよ。要は直接会ってダゾーン見ながら、まあ、もう一緒にご飯食べながら、お前あそこシュート外すなよみたいな、そんなことを言われながら、試合を振り返ってたんですよ。一緒にご飯を食べてね。で、その空間がめちゃくちゃ良くて、で、熊本で、そういう、こう、食堂を作りたいなっていうところで、まず第1号店というかね、曲がりっていう形でしたけど、オープンをさせて。で、そっからこっちに来てっていうところになって、今ね、キッチントレーラーのチャブ台があるわけですけど、なので、このコロナ禍にもなって、オフラインでこの直接会って、なんかこの、まあ、交流ももちろん、一緒にご飯食べることも、またその日の試合どうだったかっていうところでね、まあ、あの時はああいうふうに思ってプレーしてたんですとか、まあ、今日の、まあ、思いとか、まあ、辻節に向けてみたいなのをずっと話すっていう場を熊本の時から設けていて、だからかれこれもう4年、毎週のようにこの YouTube ライブやってるんですよね。最初の頃インスタライブから始まって、で、その後 YouTube ライブに切り替えて、今もインスタライブでこの別角度から映してますけど、でもメインはずっと YouTube でやってて、っていうので、はい、ずっとやってて、はい。で、たまにこの動画も出しながらみたいな。今日もね、子供食堂の動画を、まあ、こう撮ってもらって、で、これが、まあ、いつアップできるのかまたあれですけど、またアップしていきますので、あとオフシーズンになるんでね、そろそろ。なってるんですけど、オフの方が忙しい朝川隼人で、まあ年末年始ぐらいはちょっとゆっくりしようかなと思ってるんで、まあその時にね、また、まあ実家に帰って、まあ少しね、この、まあそういったオフの朝川隼人を見ていただけたらなというふうに思います。はい。そうですね。ありがとうございます。いやー、個人のちゃんとってあるんですかね。そういうのも全然、まだまだ僕は分かんないので。それはね、もちろんあれば楽しみですし、もちろん、うん。いや、なんかね、アップ中もやっぱり、うん、知ってる歌というか、やっぱこう、どのというかね、ある程度多くのクラブで歌われてる曲とか、知っている歌とかだと、ちょっとこのアップ中も口ずさむぐらいなね、やっぱこう、
なんていうんですかね、あの時はあったので、なんかそういった意味では、すごくみんな楽しそうに歌ってんなとか、うわすごい熱い応援だなみたいなのを、あのピッチ内から感じてたっていうことですね。はい。あ、どんなチャントがいいかな、そうですね、僕、あの湘南の風さんが好きで、いつもあの試合に入るときに、もう、あのこの一曲を聴いて入る、スタジアムにインするっていう、だから、何分前ぐらいのが調整して、でちょっと早かったなと思ったらちょっと巻き戻してみたいなのがあって、それが湘南の風さんのビッグアップっていう歌なんですけど、なんでで今まで YACC の時からずっと YS 熊本奈良と湘南の風さんで、今いろんなちゃんとをね、個人のちゃんと作っていただいてるので、まあどんなちゃんとがいいかって自分で選べるっていうのはわからないですけど、あの一応そういった湘南の風さんの歌で今もできてるよっていうようなところはお伝えをしていきます。はい。いや、すいません。本当にね、涙で画面がちゃんと見え、ね、本当に、ね、ありがとうございます。本当に、本当に支えられました、皆さんには。うん、もちろん奈良迫さんのことは忘れないですし、いや、これからも、うん、皆さんの思いを背負って僕は戦っていくので、だから、まあ、チームの選手っていうところの立場ではないですけど、あのチームのね、発展っていうのはすごく心から望んでますし、うん、まあ、浅川隼人はこれからもね、僕は夢を追い続けられる環境を作るっていうのが自分の夢で、まあ、それを軸足において、まあ、会社やってたりとか、もちろんサッカー選手としてやってたりとか、だから選手としてプレーとしてね、もちろんたくさんのゴールを取って、多くの子どもたちとか、僕も、まあ、2002年の、キリンチャレンジカップ、中村俊輔選手が決めた、直接コーナーキーからの直接ゴールっていうのを見て、夢を持った、まあ、そんな瞬間をですね、多くの子どもたちに持ってもらえるような、ゴールっていうのを、まあ、取りたいなと思ってますし、まあ、あとはね、なんか例えば、最後まで諦めない姿勢だったりとか、そんなところもぜひプレーから感じ取っていただいて、なんかこう夢を持ってる人かっこいいなとか、夢を持って自分もね、この人生歩んでみようかなとか、なんか、ああ自分もこんな夢できたとか。で、僕はどっちかっていうと、もちろん今はプレイヤーなんで、まあ、最前線で突っ走ってますけど、どっちかっていうと僕はサポーター気質とか寄りというか、だから皆さんの夢を応援したいっていうのがあるので、な、子供たちの夢だったりとか、まあ、あるね、学生さんの夢も、その子は分析官に個人でなりたいっていう話をしてて、で、じゃあ自分のことを分析したらどうですかっていうので、僕を分析するところから始まって、まあ今でもその分析官とはもうかれこれ4年、5年目になるのか、来年で、個人で分析官つけてるんですけど、その選手は大学卒業して、去年卒業して1年間、もう十何名もね、選手を見るようになってっていう個人の分析で、それで自分のね、こう、生活してるっていうところを考えると、まあやっぱりそういったことをやっぱり聞くとね、で、身近な人がそういうふうに夢を達成してくることを間近で見ると、僕はすごい、やっててよかったなって思いますし、まあそんなふうに僕はなっていきたいんですね。だから、夢を追い続けられる環境を、これからも作っていきたい。まあそれは、セブ島にボランティアサッカー教室をしに行った時っていうところがすごく大きな、自分の中での人生のターニングポイントだったんですけど、でもそこから、うん、そういうふうに思うので、だから松本に行ってもね、もちろん奈良での活動だったりとか、松本でのいろんな活動、僕は多分サッカーだけやれって言われたらなかなか結果出せないと思うぐらい、やっぱりそういうふうに、誰かのためにというか、やっぱその思いが強ければ強いほど、うん、結果が出せてきてるっていうふうに自分で思ってるので、なので松本でもね、まだじゃあ、はっきりとこれをやっていきますっていうのは、まあ、明言できてないですけど、でも松本のために全身全霊をかけて戦っていきたいなっていうふうに思ってます。はい。うん。そうですね。そうなんですね。今山が本当に大変な状況なんだ。
いや、僕のね、ノートもぜひ見てください。観客動員数がね、どういうふうな推移でいるのかっていうことだったりとか。うん。だからこそ僕は、ファンサポーターと、地域の方々と、チームの、うん、橋渡しになれればいいなっていうふうには思っていて。うん。小さい、うん、地道な活動かもしれないんですけど、それがいずれかは、アルインが、もう一度満員のスタジアムに戻ってくるって僕は信じてるので、うん、そのまずね、もう一度一歩目を僕が踏み出せたらなというふうに思ってます。よろしくお願いします、松本の皆さん。はい、家も遠隔で決めたんでね、本当にその辺がどうなってるかでも全然わかんなくて、すっごいバタバタだったんで、うん。でも向こう行ってすぐ、まあいろいろとね準備して、ですぐキャンプして、気づいたら開幕なので、あっという間の数ヶ月過ぎてしまうんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、少しでも僕のプレーでね夢を持ってもらったりとか、うん、そういうふうに思ってもらえたら幸せだなと思ってます。いやー、そうですね。そうなんですよ。この前もね、奈良の振り返りに30人ちょっと来てくれて。で、今回の熊本も何人来てくるの？結構来てくださるんですよ。なので、本当に、どの地でもね、本当にたくさんの方々に応援していただいてるなって。だから、ふるさとがたくさんできるっていうところになるので、また奈良にももちろん帰ってきますし、もちろん奈良はね、特にこれからも継続的に応援をしていきますし、子供たちの応援もしていきますし、っていうのはあるんですけどね。はい。はい。ひょっとして知人ってって、春彩香さんですよね。そうなんですよ。連絡していただいて。はい。こういうふうに松本ではなって、浅川さんのコメントが取り上げられてますって言ってね。連絡していただいて、ありがとうございますね。はい、大丈夫です。奈良は強いですよ。厄介だと思いますよ、一番。だからめちゃくちゃ楽しみです。そう、はい、プレッシャーかかればかかるだけ燃えるタイプなんで、僕は。楽しみにしましょう。いや、本当にサポーター同士のね対決も楽しみですね。いや、そう、監督だったりとか、ダイレクターの方だったりとか、チーム関係者いろいろと、いろんなお話をしていただいたんですね、僕と面談をさせてもらったときに。まあ、そのときに、まあ、あとはそれこそ、いろんな、ね、方々のお話を聞いたりしたときに、なんかこう、まあ、奈良が最後、最終戦で勝った、虎の子1点守って勝つみたいな、まあ、そういうようなサッカーが、もともと松本山雅のサッカーであったっていうようなお話をちょっとね耳にして、なんかなんていうんですかね、あれがなんかすごい山雅っぽいみたいなところ で今ね本当にいいアグレッシブに自分らがボールを保持して、攻撃的なサッカースタイルっていうところで、下田監督を連れてきて、今招聘してやってると思うんですけど、で積み上げてきたと思うんですけど、いや、そういった意味では、もしかしたらね、この昔の、スタイルみたいなところに、うん、ある種、こう、プライドだったりとかも、ある、皆さんも多くあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、でも、やっぱり、さらに、成長していくためには、さらに、こう、チームとして、成熟していくためには、まあそういうような大幅な、改革というか、それもこう必要にはなってくると思っていて、うん、
そういった中で僕はすごく魅力的にそういったねサッカースタイルも感じましたし、これが、まあ、新たなね、ヤマガスタイルとして、根付いていくっていうのは僕は信じてますし、うん、そういったね、ヤマガスタイルを皆さんもこう一緒になって作り上げていただきたいなというふうに思いますし、まあ、そんなこうある種改革期みたいなところに僕がジョインできるっていうのはすごく光栄なことで、でこっからもう一回ね、歴史を作っていくんだっていう、そういった、思いをねすごく感じてたので、だすごくワクワクしてます。うん、なのでぜひね、そういったこう山賀のスタイルっていうのを、うん、これからのね山賀のスタイルっていうのをまあ見てほしいなというふうに思いますし、もちろん浅川隼人がどんなプレイヤーなのかっていうところまだまだ知らない方もいらっしゃると思うので、皆さんにね、まずはスタジアムで、ね、お見せできるように、まあ、すぐねキャンプに入っちゃいますけど、キャンプでねアピールしていきたいなというふうに思ってます。あとは松本、クマが出るらしいですからね。ちょっと怖いなと思いながら。奈良では鹿がたくさんいましたけど。はい。そうなんですよ。一緒に昇格しましょう。うん。昇格だけじゃないですから。優勝しますからね。今年。来年か。よろしくお願いします。背番号ね、また決まって。一応希望は伝えましたけどね。うん。そうそう。満員のアルビにしていきましょう。はい。あ、ゴールシーン、ぜひ見てください。僕、インスタにね、全ゴールシーン載せてるので、インスタの方に見ていただけたらと思いますし、あ、最終戦だけね、ちょっとね、僕、まだリポストできてなくて、なんかちょっとどうにかしてリポストできないかっていうのをちょっと考えてるんで、そのゴールも言語化してますので、なんでこのゴールが取れたんだっていうのを、なんかただただ見て、ああ、うまいな、ああ、簡単そうだな、じゃなくて、あ、こういうふうな動きがあって、相手もこうで、ディフェンスもこうで、パスがこう来たからこういうふうな選択をしたんだって。今季、16ゴール取った中で15点がダイレクトシュートなんですけれども、要は僕はその、まあ、ゴールの最短距離っていうのを、まあ、常に意識して、どこだったらダイレクトで打てるかっていうようなところを常に考えてプレーをしてるんですね。まあ、それが一番最短距離なので。で、そういった中でもちろんね、ダイレクトで打てないから次の選択肢っていうのがあるんですけど、まずはどうやったら、ゴールに最短距離で直結するかっていうのは、プレーの中で考えて、僕は一人でどうこうできるタイプじゃないので、本当に周りに支えてもらいながら、うん、点を取っていくっていうようなプレースタイルなので、なので、たくさん山賀のね、選手たちのアシストもらいながら皆さんともに得点をね掴み取れたらというふうに思ってます。はい、もちろん結果が見せることが誰にとっても一番の恩返しだと思うんで、やべ、多分相当来てるんだろうけどちょっと間に合わねえ。コメントがくすぶってたサポ魂に火がつきましただと、いやー、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。すみません。めちゃくちゃコメントあった。ゆっくり読んでたらこれ無理だ。ありがとうございます。すごいな。700人って。本当に。皆さんありがとうございます。違うね。目が泳いでますよ。はあ、山賀に面識ある選手いないんですよ。あ、松本の長芋。食べたことありますよ。高崎選手が作ってるのかな、今。元選手が。そういったところもあって。はい。めちゃくちゃ美味しかったんで。あ、山賊焼きもあるのか。そっか。あ、だからこれからちょっと、いろいろと僕 SNS 発信していくので、皆さん反応していただけたらと思うんですけど、松本のいいところ。ね、この場所だったりとか、美味しいものだったりとか、そういったところをちょっと募集していきますんで、皆さん反応していただけると嬉しく思います。はい。でもちょっと欲しいな、なんか。松本のいいところ。長芋美味しかった。なんかありますかね？ちょっともう一番下に行きますね。すいません。なんかあります？松本の。ああ。
おいっぱいいっぱい。あ、国はね、国って更新されたんかな？あ、来シーズンになります。ありがとうございます。上高地。松本城ね。あ、松本城ね、行きたかったんだよな。おお、すごい。そうはね。スイカ、松本城。あ、水が美味しいんだ。あ、だってね、野菜も美味しいって言いますもんね。そう、山賊焼きね。信州ダービー。いや、これめっちゃ楽しみっすよね。いや、めっちゃ楽しみですよ。いや、シタルフさんがね、出てくれたらまた面白かったんですけど。高崎さんのスイカ。あ、スイカもあるんだ。そうなんだ。信州ダービーめちゃくちゃ楽しいですね。おやき。いや、もうおやき。もう間違いない。人間もいい。ああ。もうそれはありがたい。いや、でも伝わってきますからね。もうこのコメントでも伝わってきますし。はい。やべ、もう読めないぐらいすごい。日本カモシも普通に山にいるの。マジで。嘘でしょ。マジ。すご。あ、喫茶山がで普通に食べてるご飯。あ、喫茶山がね、行きたいっすよね。いや、そこから山がの歴史始まってますからね。なんかそこでイベントできたらいいんですけど、どこまでね、できるかっていうのはちょっとあれですけどね。やりたいな。コメント早くてちょっとすいません。読み切れない。ああ、6歳の息子がとても寂しがってます。はやつさんの写真、サイン宝物にします。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。トップとサイドハーフ。いや、もちろんセンターフォワードです。はい。今年もセンターフォワードずっとやりたいなと思いながら。でもまあ、プレーの中でね、すごい真ん中に行くことも多かったんで。たまに鹿が道にいるだと。誰鹿が跳ねないようにしてくださいって言ったの。鹿さんは、奈良ではね、神様の使いですから。逆に跳ねたら罰金ありますからね、奈良では。皆さん気をつけてくださいよ。サポがやってる、ラーメン屋さん、あ、そうなんですね。ちょっとオフシーズンしか行けないけど行きたいな。ちょっとそういうところ、マジで回ってきますからね。あ、そう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 。この間ね、やられてましたね。松選手とかも。いやー。素晴らしいですよね。当時そば食べて。金丸の牛乳パン。カフェトーク待ってます。トークショーよろしくです。ね。いろいろとファンサポーターと交流できる。あ、そうそうそう。ちょっと聞きました。田中パーロ選手とお話ししたことがあって、いろいろと、田中選手に聞いて、で、本当にあったかいよって言ってくれましたし、いろいろと僕がやってる活動だったりとかもすごく、まあ、この奈良からね、やってる活動っていうのも、もちろん田中選手も知ってくださってて、で、熊本での活動もずっと知ってくださって、いろいろとコミュニケーションを取るようになったんで、まあそういった意味で今までやって、きたことっていうのはね、すごく、また、松本に行ったらいろんなことができるんじゃないのっていうのを言ってくださってですね。はい。なので、すごく自信持ってというか、もちろん、どうやったらね、松本サポの皆さんが喜んでいただけるかっていうのはすごく考えながらですけど、やっていきたいなっていうふうに思ってます。はい。もう早えわ。奈良の鹿よりそんな大きいんだ。本当に。あ、愛媛のひまとキャラクターくんの。あれか？あのカエルかもしかして。大王わさび農園。きれいでいいところ。へえ、そうなんや。信濃の国。あ、来年は一緒に歌いましょう。いやー、いいですね。松本での楽しそうに。すいません。国友選手、面識というか僕、大学の同期です。はい。だから最後は話したかったんですけど、ちょっとね、話せなかったんで、最終戦。すぐ、インタビューだったりとか、いろいろしないといけなくて。鶴屋ご当地スーパー。ありがとうございます。温泉とサウナ素晴らしい。あ、温泉もそっか。あ、TikTok はね、TikTok なかなかやってないよな。鹿
家ダービー来るか。そうですね、松本の街。いや、僕もだから、まだ松本に行けてないんで、行ってからたくさん行きたいなと思うので、はい、皆さんそれを楽しみにしていただけたらと思います。わさびソフトクリームあんの。うわー、いいな。そう、ほんと山形のチャットジャックがえぐい。本当にありがとうございます。いや、でも本当に嬉しいです。皆さんにこうやってね、歓迎していただいて。あ、1月8が楽しみですね。本当に。うん。いろいろと動画も見させていただいて、うわ、これが、っていうのはずっと拝見させてもらったんですけど、実際に、こう、その中で聞いたら、相当テンションぶち上がるんだろうなと思って、めちゃくちゃ楽しみです。新体制発表会があるんでね、1月8日は。皆さん、来てくださるんですかね。ぜひ、今シーズンもね、よろしくお願いいたします。はい。あ、山川の最高ゴール数19なんだ。20行きましょうか。はい。あ、抽選なんだ。そっか。壇上で震えてください。いや、本当ですよ。絶対震えますよ。鳥肌えぐいんだろうな。だって、この間でさえすごい、もうなんか、心に来たのに。まあ、それもあって、このね、まあ、本当に、ご縁もあって、移籍っていう決断ができたので。あ、なかなか当たらないんだ。新体制発表会って。そうなんだ。知らんかったな。一発ゲーすんの？3人19ゴールで20ゴールが壁になってます。なるほどね。これじゃあ壁破ったら、ある種歴史に名を刻めるってことですね。個人参加して J2 に昇格したら。わかりました。やりましょう。やりましょう。一発芸しろよと。新加入選手一発芸いつすんのそれ。新体制発表会。期待してるぞ、ハヤトと。いや、まあ、1800人しか。1800人しかじゃないのよね。その規模が。あ、そうなんや。はい。20点狙います。僕は。まあ、夏までにまずは2桁っていうところでね。今年は、だから今年19点以上かなっていうふうに思ってたね。得点王のラインが。うん、やっぱ2試合2点ペースだと思うんで、まあ、20は超えなきゃいけないなと思っています。いやー、ワクワクしますね。今でちょっとさっきまでうるうるしてきたいた自分も いるんですけど、こういうふうにやっぱりコメントで元気づけられて、すごくワクワクしてきました。はぁ、ですね。そっか、一発芸か。それに緊張してきたぞ。何ができるかな。まあ、奈良でね、関西の人にも揉まれたんで、いや、ダメだ、ハードル上げたわ、自分で。すいません、そこまで、あれにし、高くは、投げてもらって。はい、すいません。よし。20いったら歴代ベストイレブンものです。よし。一発芸は大体滑ってる。頑張ろう。絵を描く。あ、それでもいいな。あっこちゃんの前にね。よし。はい。ということで、ちょっとね、アディショナルタイムも8分ほど過ぎてしまいましたけれども。いやー、インスタも、一発ギャルーキーがいる。お、そうなんだ。あ、ちょっとインスタの方もめちゃくちゃコメント来てたけど、すいません。全然、ちょっとメインがね、YouTube の方なので、ぜひまた、あるときは YouTube にも見に来ていただけたらと思います。はい。おはやとさん、下手くそやんけ。誰や誰や、うまかったやろ。毎回ライブでね、お絵かけしてたんですよ。そのね、原画はもう、この間、プレゼントしたんですけど。はい。一発芸で絵を描いて、くそ。うまくねえやろ。いやいや、うまなってきたよ。うまなってきたって。え、これ今来てないかな？来てるんじゃない？ほら。あ、やっぱ来てた。見てこれ。ほら。ちゃぶ台 T シャツ。これ可愛くない？だって。めっちゃ。自分で言うのもあれだな。全然見えない。
ね。はい。これね、はい、自分が書いた絵でしたけど、はい。またね、いろいろと、まあ、いろんな施策、ちょっとね、松本でもできるように、していきたいなと思うので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思いますし、はい。何より本当に僕は心躍る選択になったかなというふうに自分で思ってます。で、松本の、もちろん奈良サポさんには感謝してますけど、僕の、まずはね、この、もう一度チャレンジをさせていただくっていうところに、応援していただけたらなというふうに思ってます。で、松本の皆さんは、本当にいい、まあこのね、加入の発表から、多くの方々にいい応援コメントいただいて、僕は本当に選手目寄りに尽きるなというふうに思ってます。で、僕が、あの日、アルビンで感じた松本には、サッカーがあるということ、サッカーが根付いているということ、そして本当に多くの方々がサッカーを愛しているということ、それをですね、本当にさらに多くの方々と手を取り合いながら、この松本の地に、より松本山が、愛されて、で、親しまれて、で、根付いていけるような、そういったね、ものをピッチ内外で、僕は、松本の皆さんに お見せできるように頑張っていきますので、ね、個人的にも目標としては個人3冠、そして、チームのね、まあ、優勝昇格っていうところ。あとは、アルウィンをね、もう一度前にっていうようなところを、まあ、目標に掲げて、来シーズンは戦っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。はい。ということでね、もう夜にもかかわらず、あと急にもかかわらず、これだけ多くの方々に来ていただいて、本当に感謝しております。はい。あ、最後ね、なんて呼んでほしいですか？ハヤトでお願いします。はい。あ、サッカーでもいいんですけどね。はい。ハヤトっていうのが呼ばれてたんで、ハヤトでお願いします。ということで、皆さん本当に、ありがとうございました。では、松本の皆さんは、まあ、良いクリスマスと、あとは、良いお年をお迎えください。奈良のサポさんの皆さんもそうですね。そして、松本のサポさんの皆さんは、年明け、はい、松本で、直接お会いしましょう。楽しみにしています。そして1年間、応援よろしくお願いします。では皆さん、まずはインスタの方を締めさせていただきますね。ありがとうございました。YouTube の皆さんもありがとうございました。ワンソールで締めましょう。行きましょうか。はい。ワンソールってなんかポーズある？ポーズあります？ワンソールってなんかポーズあります？スクショタイムしましょうか。あ、これ OK、いきましょう。いきますよ。最後ね。OK、OK、OK。この前やったじゃん。人差し指ね。OK、OK。ありがとうございます。じゃあ、閉めますよ。じゃあ、来年も良い年になりますように、最後、ワンソールで閉めましょうか。いきます。いきます。ワンソール。OK かな ?OK? はい。じゃあ皆さん、よろしくお願いします。締めさせていただきます。お疲れ様でした。